皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。本日は、種目の解説としてインクラインで行うフロントレイズについて解説していきたいと思います。鍛えることができる部位なんですけど、前の方、肩の三角筋の前の方を鍛える種目になります。それではやってみましょう。このような形でベンチをインクラインに設定してもらいます。まあ、大体上げて45度くらいまでで構いません。まあ、私の場合、持った状態から最初にあの一番トップポジション上の方に上げます。で、上げた時に、できる方はこの三角筋の前の方、臀部の方に少しこう力を入れるようにしておくと、意識がしやすいです。動作としてはここから腕を下ろしていきます。下ろします、下ろします。で、ストレッチが加わったところからグッと上げます。動作としてはこんな感じ。三角筋の前の方にすごくストレッチがかかる種目ですので、筋肥大が見込める種目です。動作のポイントです。重りを重くすればするほど下ろしてから上げるときに体を振って上げがちなんですが、まあ、テクニックとしてこういうのを使うテクニックもないわけじゃないんですが、特に初心者の方でフォームがまだ定まっていないような方であれば、なるべく俗に言うストリクトなフォーム、ハンドを使わないフォームで行ってください。で、上げるときに、気持ち顎をクッと引いてあげると、より刺激としては入りやすい。本当気持ち程度で構いません。はい、 OK です。以上がインクラインで行うフロントレイズの解説となります。ぜひ試してみてください。さようなら。